はい、こんにちは。今回はね、ロータスエスプリです。ではね、こちらの方をね、紹介していきたいかなというふうには、思います。で、こちらですね。これは説明になりますと思いますと、75年10月でパリサロンでベールを脱いだ新世代ロータスのミドエンジンスポーツ、シガンミッドシップスポーツのバイオニアであると。ヨーロッパの後継となるリアルスポーツだが、性能的にも価格的にもライトウェイトと呼べず、エキゾチックカーのカテゴリーに属するモデルとなったと。で、鉄板製の強豪なバックホームフレームに搭載された FRP ボディは、ジルジルとジュージュアルが手掛けたもので、極めて空力性能に優れたウェッシュシェイプとなっていた。で、ホイールベースは2438メートル。全長全幅全高 4190×1860×1111m というサイズは、ヨーロッパより一回り大きく、特に釈迦の白さが目立つ。サスペンションは基本的にエリート、エグラと同じコイルによる前輪独立で、前が不等長ウィッシュボーン、後ろはトレーニングアームと1本のトランスバースアーム、それに固定長さのドライブシャフトに位置決めしたものである。ブレーキはサーブ付きの4輪ディスクで、後ろはインボードに配されるサブフレームを残しミドマウントされた。エンジンもエリートエクラから利用したタイプ907の直用 DOAC16馬力 1973cc インテでデロルト製ツインキャブと 9.5 の圧力により160馬力6200回転を発生。シトロエ SL 用の5円を残し最高速度222キロ、0から4色加速 15.0 秒、 0.97 キロ加速 6.8 秒というパフォーマンスを発揮したと。78年秋にフロントスポイラーを大型化し、インテリアがより豪華になる内外装のフェルストとホイールベースがワイド化されたのも改良を受けて S2 となった。80年5月にエンジンが 2174cc に最大されてシリーズ 2.2 に発展し、エスプリターボも加わった。81年に S3 が発展した後、87年ジュージュアルルックから車内デザインのボディに模様替えしたということもですね。で、これが、新車出たのが1976年から87年に、出ておりまして、当時のエスプリ S2 が735万円でした。結構値段がする車でございましたね。で、これは確か007の映画なんかにも、この車が出ていて、2つのね、確かね、007シリーズは結構長い感じでずっといろんなシリーズがあるんですが、その中で、2種類ほど、題名がちょっと何だったか忘れてしまったんだけど、2種類ほどエスプリが登場する機会があって、で、1回目は普通のエスプリだった。普通のエスプリっていうか、一般的に見る高級車のエスプリだったんですね。で、その次は改造、007のある意味記憶にある人にとっては強いイメージであるのは、エスプリの、要するに、改造車ですね。ジェームス・ボンド風についたボンドカーの中でもその改造車になってて、まあその中でもその水陸療養車ですね。あの水の中をエスプリに、白いエスプリがバサーンと入ってって、でそのままこう潜水艦にな変形してっていうか潜水艦になって、でブーってこうエスプリがこう走っていく、タイヤがこう上下にビーンってこう、まあ、あれデロリアンみたいな感じになっててね。で、そんでスーッとこう走っていくっていう、バックドジャーフィージャーみたいな感じで。で、それが、印象的に残った、車があるかなと思うんですが、まあ、なかなかこの手のエスプリいいですね。で、こうやって内装なんかも、非常にこう、かっこいいね、感じに、仕上がっています。で、今のトミカ、例えばテスタロッサのプレミアムなんかもそうなんですが、まあ、あのテスタロッサのプレミアムあたりでね、あのまあこれはもう時代とともに新しい時代へとなっていってるから、もう古い時代の人のことを知ってる人っていうのがね、もうその時代の人たちがどんどんこれは寿命が来ていなくなっちゃうから、もうまあこれはどうしようもないところなんだけども、まあプレミアムになってね、それで初めて知ったって人も多いと思うんですが、ライトがパカッとこう開きましたよね、あのテスタロッサの時。その時に初めてこれライトのギミックがついたんだと。これがトミカが初めてライトのギミックを つけたんだな。ある意味それはトミカプレミアムとして初めてライトのああやってパカッと開く ギミックがついたよって話で、それを多くの人たちがそのことを見て、それでちょっとある意味勘違いをしてしまったというか、まあ知らないから無理もないんだけども、
あれが初めてトミカが ああいうライトを作ったんじゃねえかと思ってるんだけども、実はトミカってかなり古くから、そういうライトを作ってたんですよ。それこそその今からもう50年近く前ですかね、スーパーカーブームっていうのがありましてね、でその時にスーパーカーが大変流行った時代があったんですよ。まあ今の年代の人でいうと60代とか70代ぐらいの、まあご年配の方かな、まあおじいさんおばあさんあたりぐらいの年代かな。まあ今おじいさんおばあさんって言ったって全然若いですからね。だからそんな風な、昔の感覚で言ったらもう60、70って言ったらおじいおばあっていうじいじばあばっていう時代の感じだけど、今のおじいじばあばってすごい若いから、そんなに60代あの70代なんてそんな見えないですからね。でその人たちが、若い時ね、20代30代、下手したら10代ぐらいの時、そういう時にスーパーカーブームっていうのが流行ってまして、でその時にトミカもそれに波に乗って作ってたんですよ。でその時にトミカのイメージを当時の子供たちに、熱狂的な子供たちが多くいたんで、その子供たちにスーパーカーの楽しさを知ってもらうために、ここにこのギミックがあるんですね。でこれをこうこうやってこれを上にこう開くと、ここでこうほらライトがこうねつくあのギミックがつくんですね。でこの下のやつをこれを敷くと、ちょっと硬くなってるんですが、まあ、敷くとこういう風に閉じると、で開くとこういう風にライトが出てきて、でこれを敷くと元に戻すとこういう風にライトが閉まると、でこうやって開いたり閉まったりということがこうね、できると。だからこれは何もあのテスタロッサで始めただけことではなくて、当時そのテスタロッサトミカでも作ってたんですが、後にちょっと時代の後にね、でもその時はテスタロッサはそのギミックがなかったんですよ。でもギミックがなかったから、じゃあ他のトミカでこういう作りがなかったのかっていうと、そんなことはなくて、エスプリでこれを作ってたんですね。ただほら今の時代となると、もうエスプリってどうしてもほらスーパーカーっていうと別格的な、このランボルギーニとかフェラーリとか、そうポルシェとか、まあそういったイメージがあまりにも強烈的に大きすぎるでしょ、強烈的に印象に残ってるんでしょ。でしかもイメージ的にスーパーカーっていうとでかいっていう、大きなボディを持った大きな車でなければいけないみたいな、なんかそんなイメージが世間的にパーッと強く残っちゃってるから、まあスーパーカーって言ったってみんながみんなでけえ車じゃないんですよ。こういうエスプリみたいにちょっと小ぶりのちっちゃい車っていうのもあるんですね。でそういった中でもスーパーカーっていうのがあって、だから例えば日本だってもう日本だってスーパーカーって言ったらそのスーパーカーの部類の中に入るなんてありますよ。例えばビートとかね、カプチーノとか、ああいったものだってまあ日本の要はちっちゃい小さなスーパーカーですよね。だからそういったものだってね入るので、まあフェアレディ Z だってあれだってあれですかね、日本の小さなスーパーカーって言ったって過言じゃないですかね、 GR にしたって。ただそれはあのイタリアとかフランスとかアメリカとか、ああいった国からすれば、ああいった国からしたらああいった国がもっとでかい車作ってるから、あのスーパーカーって言うとでかいってイメージがあるけど、それを覆したのがこの、まあ、すでにイギリスなんだよね。日本がまだ、それぞれ 2000GT を作ってまだ間もないぐらいじゃないの時に、まあまだ日本のスーパーカーってのはそんなのまだ日本であまり見たことなかったですからね。ですからそういう中ですでにイギリスというのはこういう同じスーパーカーの中でもちっちゃいスーパーカーってのを作る、あれが得意だったんですよイギリスの。でそれでこういうのを作ってた、でそれでこういうギミックが開くやつもトミカは作ってたっていうのが素晴らしいなというふうに思いますね。まあ私が思ってるこれはトミカミュージアムって言って、スーパーカー館っていうのはね、まあ後のこれ復刻版なんですが、復刻版、まあ本当は当時物を持っていれば一番いいんですが、まあさすがに年代がね、もうかなり前の昭和の時代であって、まあ今トミカもどんどん値上がりしてるから、
もうなかなか手に入ること自体ももうどんどん厳しくなってるんで、あれなんですが、まあこれは復刻版であれ、やっぱりこういうギミックが当時あった。で、復刻版でして、それが人気、また再び人気が出て、ミュージアム作って、スーパーカー館っていうのが作って、それで復刻版作った時もやはりそのギミックを大事にして、そういったものをこう作ったわけですよ。で、それがまあ大変ね、素晴らしいなというふうな、車の、まあ、部分だったなというふうには、思いますけどね。だからこういうふうなスーパーカーをすでにね、トミカが作っていたというのは、これはもう驚くべき、まあ、事実であって、で、それが後に、プレミアムでまたそれを再度復活して作るようになったと。こういうギミックとしてはですね。だからまああれですよ、まあ何しろね、もう平成も終わる時代ですから、昭和って言ったらもうさらにその一桁前の時代ですから、もうそのことを知ってる人たちっていうのは、ほらもうほとんど、まあほとんどいないってわけじゃないけども、まあもうそういうのを知ってる人って言ったら、もうおじいさんおばあさんぐらいの年代になっちゃうじゃないですか。だから、ま、孫がいてももうおかしくないって年代のぐらいの人たちになっちゃうんで、知らないって人も多いんですね。だけども、まあ昔は事実としてこういった下手くそな説明で申し訳ないですけども、まあ、こういった車があったということなんですね。でもなかなかこれはいいですよね。そういうギミックがついていて、こういうふうに赤いボディの色が見事にこうできていて、この感じがね、非常にこの小ぶりな感じが、だからある意味日本でもこのイギリス車って受け入れられてるのそこなんだよね。だからイギリス車って日本と非常に似たり寄ったり、まあイタリア、フランスの車ももちろんそうなんだけど、非常に似てるんですよね。なぜなら日本の車って、日本って国土が狭いじゃないですか。で、国土が狭い中で自動車メーカーとして成り上がっていったでしょ。で、それで狭い道なんかも多いわけですよ。車がやっと通れるか通れないか、あるいは通れてもいい、すれ違いギリギリみたいなね。そういった道が多い中で、そういった車を作るっていうのが得意だった。で、その先輩としてもうすでにイギリス、フランス、イタリア、まあこういった国たちは、そういった小型の、例えばフィアットにしても、しろ、シトロエンにしろ、まあそういった車を作っていた。それがまたいいんですね。ランチャーの人もそうだし、こういうふうなロータスにしてもそうだしね。だからそれを作ってたんで、で、日本がそれに負けずに、まあね、後のこうスーパーカーと言われる車を 2000GT から始め、どん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 こう作っていった。それが非常にね、いいなというふうな、感じを受けてね、面白いなっていうものを感じるものですね。でも、まあいつの時代でもやはりこういうスーパーカーとか、あるいはスポーツカーっていうのもそうだけどもね、そういう加速力をギューンと伸ばす車ってのはいいもんですね。まあ調子に乗って道路走ってるとね、今法律がうっさいから、パトカーがすぐすっ飛んできて、はい、罰金いくらだなんてやられちゃうといけないんですからね。だからそんなところではすっ飛ばすことはあまりできませんけども、まあすっ飛ばすとかなり気持ちがいいもんな、確かですね、あれは。こう風の流れにこうふわっと飛んでる感じでね、スーッとこう走れるっていうのはね、あれはあれでなかなかね、面白みがあるかなっていうふうには思います。まあだからといって人に迷惑をかけるような運転ですね。例えばカージェイスに憧れたんだっつって、それはわかるけども、それを実際街中でカージェイスやろうなんて言ったら、それは大変なことになりますからね。だからそれは、やめていただきたいなと思いますけども、まあこういうふうなね、スーパーカーっていうのはなかなか迫力があっていいなというふうには思います。どうもありがとうございました。